はい、皆さんこんにちは、石原スポーツです。今日はですね、お客様お買い上げのミット、こちらの方を柔軟加工していきたいと思いますが、ミットは普通のグラブと違ってなかなか柔らかくなりづらいですので、段階を追って、柔軟加工の方を作業を進めていきたいと思います。まずはスチームマシンにかける前に、特に柔らかくしておきたいこのウェブの部分ですね、はい、特にこの紐部分、こちらの方にオイルを塗っておきたいと思います。特にですね、使用していてウェブはカサカサになりやすい部分ですので、最初まあこういった形でオイル塗っておくとよろしいかと思いますね、はい、あとはまあ受給面ですね、はい、ボール受けるところにも少しいいオイルを塗っていきます、はい。まあ、一通り、まあ、塗ってるんですけども、塗り終わったところで、今特に必要な部分塗りましたが、この状態でしばらく皮を休ませますね、はい、はい。それではここで余分な油を拭き取っていきたいと思いますね。表面に残った油は皮に良くないですので、なるべく拭き取ってあげてくださいね、はい。一通り拭き終わったところでスチームの中に入れて加工をしていきます。はい、じゃあ待ちましょう。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ作っていきますね。はい、じゃあ縛って、型をつけたいと思います。はい、この状態で冷めるまで待って、それからまた様子を見て、次の作業を考えていきます。はい、それでは状態を確認したいと思いますね。はい、お客様の希望、柔らかくということでしたので、もう一度同じ作業を繰り返していきたいと思います。はい、待ちます。はい、それではこの状態で固定してお客様に一度ご意見を伺いたいと思います。さよなら。